巻き戻しが必要みたいですけど。何が必要？巻き戻し。あこれですね。大丈夫ですか？はい、皆さんこんばんは。このタイミングがいつも分かんないんだよね。こうなんだろう、キャーっていうね、ちょっとかぶっちゃったり。改めましてこんばんは、ギタリストのりちゃんの小部屋ということでございます。毎日ねもう暑くてたまんないですよ本当に。昨日も自転車昼間こいでたらですね、もう途中で嫌になって、途中で喫茶店に入ってですねレモネードを飲んで家に帰るみたいなね。もう本当にね、なんか片手にアイスか水がないとね、とても外には出れないというような、まあ、そんな、日々が続いておりますけれども、まあ、なんかね今日も夕立っていうんですかね、ものすごい雨が降ってでちょっと涼しくなりましたけれども、ということで、まあ、8時になりまして、スタートしたいと思います。今日はですね、本来はですね、まあ、前回前々回出ていただいた真野さんの日だった予定だったんですけども、今日ね、実はですね、まあ紆余曲折ございまして、真野さんではなくですね、今日はですね、まあいろいろございましてですね、今日はですね、新しいも今日初めましてっていう方なんですけれどもね、ご紹介いただきまして、今日はこのスタジオに遊びに来ていただいてる方が、ございます。環境教育ボードゲームというですね、この世界僕ちょっとよくわからないんですけど、いろいろね聞いてみたいと思いますけれどもね、子育て支援とかもそういった世界になると思いますけれども、ご紹介したいと思います。リバティ代表の重野直人さんです。よろしくお願いいたします。初めましてお願いします。いや今日会うの初めてで、本当さっき30分前に会ったばかりということですね。そうですね。すごいね、やっぱ体大きいですね。やっぱ僕がちっちゃく見えますもんね、ちょっとね。はい。資源の直人さんということで、はい、リバティというね、代表ということで。そうですね。はい。で、お話もいろいろと伺ってはいるんですけれども、ちょっとね、どんなことをやってる方なのかということで、はい、まあちょっと説明をね、したいと思うんですけれども、お願いします。はい、このリバティという会社は、はい、どういうお仕事、会社仕事やられてるんですか？そうです、まだ会社ではないんですけど、会社では個人事業です。まだ個人事業です、はいはいはい、事業なんですけど、はい、環境問題って結構難しいっていうか、うん、よくわからない SDGs もよくわからない、うん、環境問題も何やったらいいかわからない、うん、人いっぱいいると思うんですけど、はい、それを楽しく、はい、こういうものなんだよっていうのを楽しく遊びながら、うん、遊びながら学べるような、うそういう教材みたいな、教材を提供している。教材ということは、はい、まあ、教育の一環であるっていう、そうですね、そういうことでいいですか、認識としては。はいはい、今日も学校で、学校で、はい、授業する打ち合わせをおしてきて、その帰りなんですけども、いわゆる学童、ね、まあそうですね、ということですね。ということでございますが、今日はねそういった環境問題も含めた、そして楽しくということで、はい、やられているお仕事、一体どんなものなのかということをですね、ご紹介していきます。全く新しいもの、そうですね、世界、新しい世界だと思います。まあ、もちろん既存のものを利用してっていうところもあるかもしれないけれども、うん、ちょっとそこはね説明をいろいろお伺い、はい、していきたいと思いますけれども、はい、まあ今日も早速テーマを出したいと思います、はい、もうね今までこの話はねこの番組で何人かの方がですねもうこの言葉が出てきたんですけど、はいはいはい、とうとう来たかと、この言語がもうガチガチの社会派番組になっちゃいました。のりちゃんの小部屋、ね、本当はね、まあ本当はっていうか、まさに重野さんもまさにその対象なんだけども、静岡で今ご活躍されている、まあ方をですね、まあ、ご紹介させていただいておりますので、まあ、この辺りも含めていろいろお話を聞きたいと思うんですけど、はい、具体的にその環境教育というのはどういうことをやって、はい、そのビジネスとして、はい、お仕事としてやってるのか、もう少しちょっと聞いてみたいと思うんですけど、はい、もっとこう分かりやすく、分かりやすく、はいはい、どうでしょう、なんかボードゲームっていう話もありましたね。そうですね、はい、なんかボードゲームって聞くと、はい、何出てきますか？
人生ゲーム。やっぱそうですよね。スゴロクとか。スゴロク。あとは将棋とか。あ、将棋ね。そうだね、ボードゲームだね、一応。トランプとか。トランプ、はい。ウノとかね。そうですね。一応そこら辺も含めてボードゲームなんですけど、はい、そことは認知が低いものを総称してボードゲームって言われてるんですよ。はい、実は。で、それを実際に作って、はい、で、ボードゲームを教育の一環としての教材を作ってワークショップして販売を、販売をして、はい、しています。実際持ってきました今日。これは何ですか。これは、あ、私持ちましょうか。カメラの前に、ね、近づけましょうか。ちょっと待ってくださいね。いろいろ持ってきて、今日はちょっといろいろ持ってきたので、俺なんかちょっと萌えキャラっぽいな、やっぱアニメでキャッチーに。これこれこれですね、はい、暗いな。あ、これ後ろにこういうことやんなきゃいけないんですよ。こっちの方がいいよ。あ、これね、はい、これ、はい、見えますかね。環境教育ボードゲーム How to っていう名前でやってるんですけども、はい、学校じゃあ俺に近づければいいかな。ちょっと小さくなっちゃう。まあいいや。これこれ何ですか、これ。はい、これが、はい、いわゆる環境教育ボードゲームです。環境教育ボードゲー ム, ゲーム、はい。これで何して遊ぶんですか、これ。これちょっと中身見てもらったら分かるんですけども。あ、中身じゃあちょっと開けてみましょうか、はい。おなんか燃えるゴミカード、ゴミカード。カメラすいません、変えてもらってもらえないですか。これちょっとね、光でね、ちょっと、そうですね、うん、これ見えますか。あ、見えてきた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 、こんな感じ。あ、あります。ゴミカード。これ何ですか、これ。なんかお箸とか、はい、アイスクリームの箱とか、これがラムネの瓶ですね。ラムネの瓶、はい。それから、これは何だろう。これはなんか空き缶ですね、これは。はい、うん。それから、ペットボトルが出てきましたね。はい、ペットボトル。人にピンと合っちゃうんですよ、はいはいはい、最近のカメラ。なるほど。でちょっと後ろの方見てほしいんですけども、はい、後ろの方見てほしい。青いカードがあると思う。青いカードがあります。出てきましたね。これのちょっと、うん、ゴミの日を。ゴミの日、これでいいですか。はい、曜日カード。これあのビールケースかな、これ。なんだろうこれ、うん、みかん箱のようなビールケースのような、はい、はい、それ瓶ですね。瓶の捨てるケース。はい、でこれゴミ箱ですね。公園なんかによくある缶、よく捨てられてるやつですね。見えますか。いいや。これがなんだこれ。曜日変更カード。あとは、うん、これとかです。燃えるゴミ、燃えるゴミ、はい、これはもうゴミ捨て場のあれですね。よくあるやつですね、はい、ありますね、町内にありますよね、はい、これを、はい、ルールはかなり簡単なんですけど、はい、ウノのような形で。あ、ウノのような形で、はい、あ、今の赤いオレンジみたいなカードが、はい、手に持ってるカードです。これが、はい、このオレンジのカード、はい、はい、これを、うん、最終的にはなくした人が勝ちなんです、はい。あ、なるほど。じゃあ UNO と一緒ですね、はい、で、青いカードが、青いカード、はい、これが、ゴミの日が書いてあるカードが結構あると思うんですけど、そのゴミの日になったら、はい、うん、自分の手にあるカードを1枚ずつこう、うん、捨てていく。要はゴミを分別する。要はゴミを分別していくんだ、はい、これで、はいはいはい、これをお子さんが、はい、親御さんと一緒にすると、はい、なんと、はい、ゴミ捨てを親御さんとお子さんで一緒にする家庭が増えたっていう事例がある、はい、とても教育にいいゲームになります。なので、はい、子供がゲームたくさんして困ってる家庭、はい、かなり多いと思うんですよ、はい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 、最近スイッチとか、はいはいはい、それを例えばご飯食べ終わった後、家族団らんで、はい、お父さんお母さん、はい、子供でこれをやることで、はい、家族の仲が深まりつつ、はい、子供はゴミの分別は楽しいんだと、はい、で最終的には学校に行く前に、はい、お父さんなりお母さんと一緒にゴミを捨てに行くと、はい、そういう家庭を増やそうみたいな、はい、増やそうと、はい、うっていうゲームになります。なるほどなるほど。これを学校とかでや、そうですね、伝える。学校でも授業でやらせてもらったりとか、授業でやって環境問題に少しでも触れてもらうところにということですね。でこれは販売するんですか、このカードは。そうです、してます。してるんでね、はい、これを一つおいくらなんですか。一つ2000円です。あ、2000円、はい、あ、なるほど。でカード結構ねしっかりしてますからね、これね。
今ちょっとスリーブに入れちゃってるんですけども、実際の商品はカードで、うん、カードだけですね、はい、なるほど。ということでこういったカードを持っていって環境問題に取り組んでいこうと。はい、なるほどね。なんとなく見えてきました。見えてきましたなんとなく見えてきました。子供たちが一番環境問題でできることってなんだろうって思った時に、はい、やっぱりゴミの分別が、はい、あの家でも身近だし、はい、やっぱり僕も子供の頃、はい、プラスチックゴミとか分かれてたんですけど、はい、その頃普通に燃えるゴミにプラスチック入れたり瓶入れたりとかしちゃってたんで、はいはいはい、それでよく怒られてたんですよ、はいはいはい、でもこういうゲームをすれば、はい、あ、このゴミの日はここに捨てなきゃいけないから、はいはいはい、燃えるゴミに瓶入れちゃいけないんだ、はいはいはい、缶入れちゃいけないんだっていうのが分かるんですよ、はいはい、なるほど。それを楽しくすることで、はい、なんでしょう、やる実際にする時も、はい、なんその苦手意識っていうか面倒くさがるとか、はい、そういうのが、はい、もう実はこれ体に擦り込まれちゃったんだ。そうです、そういうことなんだね。あ、そういうゲームを、なるほど、はい、作ってます。なるほど。でこれなんでまたこういうところに行き着いたのか、そうですね、まあ、茂野さんのちょっとね出身からプロフィールも含めてちょっとお伺いしたいと思うんですけど、はい、出身はどちらなんですか。僕出身は千葉。千葉県、はい、千葉県のどのあたりですか。千葉県の、はい、野田って分かりますかね。分かります、ごめんなさい、みんな知ってるかもしれないけど見てる方は。キッコーマンの醤油って分かります。あ、分かります、あそこが野田なんですよ。そうなんだ。で、まあ、どこら辺かっていうと、はい、埼玉とか、はい、東京に一番近い場所、上の方で、上の方ですね。あ、そういうことですね。ほうほうほう、そこ生まれて、はい、で今なぜ静岡に、大学が、あ、大学で静岡に来られて、はい、でこの大学からねこの仕事に行き着くまで、はい、どういうこういうなんかこう、ああ、プロセスというか、ね、はい、そうですね、もともと僕虫捕り大好き、昆虫大好き子だったんですよ。昆虫、はい、なんでもともとはそっちの道に行こうと思ってたんですよ。昆虫、まあ、はい、実は僕の番組にね、あの現職の教授の昆虫博士に出てもらったことがあるんですよ。そうなんですよ。先月だったかな、その前だったかな、後で教えてもらいたい、うん、いやいやいや、もうその方がね、もう昆虫の熱く語っていただいたんですけど、はい、まあいいや。で昆虫が好きだった、はい、昆虫が好きで、もともとはそういう道に進もうと思ってたんですけど、ほう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 、まあ、病気にかかってで1年浪人したんですよ、はいはい、でその時結構な大病だったね。じゃあそうですね、うん、まあ高校3年間は高校3年の時はもうほとんど行けなくて。あ、そう、へえ、それは大変だ。メニエルっていうめまいの病気なんですけど。めまいのね、はい、でその時にいろいろ考えてたんですよ、うんうんうん、別に生き物好きだけど、うんうん、本当にそっちの道でいいのかみたいな、はい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 、就職して、はい、じゃあ博物館に勤めましたってなった時の年収とかいろいろ調べたんですよ、はいはいはい、したら学芸員って、はい、仕事の割にやっぱり年収低くて、はいはいはい、でじゃあ何したらいいんだろうって思った時に、うんうん、そういえば環境問題とか SDGs とかすごい今流行ってるなみたいな、あ、はい、まあ、当時の高校生が、ね、もうすでにその時 SDGs って言葉が出てたんだ、はい、あ、なるほど。で、うんうん、だったらそういう全部含めてやりたいなと思って、うん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 、じゃあそういう大学なんだろうと調べた時にいろいろ出てきたんですよ、はあはあ、じゃあ高校行ってないから大研受けたってこと。何ですか。あ、いや、もううん、ギリギリまで3学期まで通って、通ったんだ、うんうん、みんなが学校来ない間に230時間かなの授業数があったんですけど、それをなんとかめまいを我慢してリハビリしながら行って、なんとか現役で卒業したんですよ。そうなんだ、すごいね。でただその代わりにそのなんて言うんでしょう、推薦とか試験受ける時間がなくて浪人してた。ああ、そういうことね、はいはいはい。で大学どこだろうって調べた時に、いろんなこと知りたいな、別に環境問題だけども、うん、じゃあ別に環境問題の仕事をするんじゃなくて、うん、こう自分が環境問題の仕事をする、はい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 、要は社員じゃなくて自分が社長になるなら、はいはい、経営も勉強できるところがいいなみたいな、はいはいはい、で調べた時に、はい、東海大学がマンモス大学、はい、でキャンパス間留学っていう、はい、半年とか1年間こう別の学科に移動できる、はあはあはあ、あるんですけど、はい、じゃあそこに行こうと思って、はい、で東海大学の海洋学部が、はい、静岡県の、はい、清水区の美穂だね、はい、うんうん、にあるんでそこに、行ったっていう、行ったっていう、はい、千葉から来たわけだね。そうです。で修士まで行ったんですけど、はい、環境問題でできる仕事ってないんですよね、ほとんど。うーん、例えばゴミ、まあ、大手のさ企業とかさ役所関係だったらあるかもしれないけどね、なんか
二の次なんですよ。やっぱり本業があって、はい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 、こういうエコなこととか、はい、環境問題もやってるんで、はい、ですよみたいな感じのがほとんどで、じゃあそれ以外で環境問題ちゃんとやってるところはっていうと、うん、ゴミ関係。ゴミ関係、はい、でも別に僕ゴミやりたいわけではないなと思って生き物好きだし、はいはいはい、ってなった時に、うん、ないならやっちゃえよ、じゃあ自分でみたいな、はいはいはい、自分でやっちゃえみたいな感じになって、はいはいはい、仲間を集めて、はい、始めたのが、2年前。2年前、はい、ですね。なるほど。これさ、アプリとか作ったら面白そうだね。ああ、そうなんですよ。僕もそれは思ってて、うん、結局さ、はい、今子供っちって親もそうだけどみんな携帯スマホじゃない。でスマホでなんかまあこれで、まあ、オンラインゲームじゃないけど、うんうん、だったら面白いよね。なんかポケモン GO とかって分かります？分かる分かる、うん、あれみたいな感じでこのゴミステーションが各場所に結構分からない人多いんですよ。なんでそのゴミステーションにスポットを作っといて、うん、はいはいはい、こうなんかミニゲームができるみたいな、はい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 、っていうのも一応今考えてて、うんうんうん、でそういうアプリ開発の助成金とかもあるので、うんうん、ゆくゆくはこれとさうまく併用できるといいよね。そうですね、まあ、いわゆるこれってさリアルじゃん、はい、対面で。だけどスマホは、まあ、いわゆるその、まあ、バーチャルの世界に入っていくわけだから、まあ、それはそれで 今のね現代の需要としてはあるだろうし、でも重野さんからすればこういう対面式の方が好きなわけなんでしょ、うん、結局。でも最終的には VR に行きたいですよ。VR 行きたい。そう、メタの世界に行く。すごいな。単純にこれが学校教育でも使えると思ったので、うん、ああなるほどね。でコストがやっぱ安いんですよ、そういうことね、アプリやるよりも、まあまあ、そうですね。なんで、うん、今の自分の自己資金から、はいはいはい、環境問題で教材としてできるものはってなった時に、うんうんうん、これに行き着いた。こういうことだね。なるほど。ということでまずここからスタートということで、はい、ね、それでまあいずれはそういうもう VR の世界で、VR の世界、 VR ね、このね、まあ、みんなこうメンパみたいなね、かかつけて、まあ、やるわけで、うん、3D の世界で、はい、そこでまあコミュニケーションを、そうですね、ね、もうなんて言うでしょう、全部つながってるような感じで、そういうことだよね、うん、でそういう環境問題入れるなら、うん、例えば選択性があって、はいはいはい、例えば地球温暖化とか、はいはい、森林伐採とかで、はいはいはい、こうテーマが分かれててそれを選択するともうそれの世界に進んじゃうよみたいな、はい、あ、なるほど。それを限られた環境でどう、うん、なんかそういうファンタジーするのかって、うん、なるほど。っていうのもちょっとだけど悪いやつ出てこなさそうだな。悪いやつ欲しいね。悪いやつ悪役からポイ捨てるするやつとか、はいはいはい、ね、うん、なんかこうなんか分別できてない人、うん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 、ね、そういう悪いキャラがないと、うん、そこはもう悪いキャラになりきる人が多分出てくると思うんで、うん、そういうことね。どういうゲームも、あ、そこにも紐付けされたら怖いね悪いやつが ね食べログのように全部評価されちゃってね。でもそういう時代来ると思うんですよ、うん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 、ということで面白いよね。でもね、これと SDGs を絡めて、はい、子育て支援でもあり環境問題で取り組むということで、はい、あ、だんだん分かってきました。ありがとうございます。このリバティっていう名前もいいですよね、会社の。これは皆さん、リバティって意味は分かりますか？分かりますか？何でしょう、リバティの意味は。なんだっけ、自由。お、正解です。じゃあフリーとリバティの違いは何か分かりますか？スタチューオブリバティっていうのが自由の女神。あ、そうか。自由っていうのは、いわゆるだからフリーダムとリバティっていうのは自分で勝ち取るものなんですよ。そうです、権利として。なるほどね。そう、それがリバティですね、はい。なんで僕らはなんでそのリバティって名前をつけたかっていうと、はい、フリーダムじゃダメなんですよ、うん、なんでかっていうと、もう何でもかんでも OK だよってなると、はい、結局環境問題も守られない、はい、その中に統制された自由とか、はい、勝ち取った自由とか、自分の枠組みルールがある中の自由を謳歌しよう、はいはい、その中で最大限楽しもうっていうのがリバティで。なるほど。でこういうゲームも実際学校で教本使ってとか、最近のタブレットですよね、はいはいはい、やるよりもこうやって楽しみながら環境問題を学べた方が子どもたちも楽しいし自由にできる、うん、っていうので、はい、リバティ、リバティという名前でございます、はい、ね、いいですね俺もさっきちょっと調べた。いや、分かってた。いや、分かってた、分かってはいたけど、はいはい、確認の意味でね、はい、うん、きっと俺の認識はこうだけど、あ、合ってたっていうぐらいのことです、
はい、ということでね、最初はちょっとイメージがわからないお、ね、おあのことだったんですけども、だんだんお話聞いてきて分かったんですけども、じゃあこれを活用して今、まあ、こういった活動をされている、うん、そして将来はそういったアプリとか、はい、まあ、いわゆるメタバースの世界、メタバースです ね世界に入っていきたいとなったら面白いよね、はい、そうなんですよ、うん、それまでの過程をどうするかっていうのが今ですね、うん、お金ですよ。これですね、お金でございます皆さんもやっぱり、ね、だから逆にさ、こういう環境問題だったらクラファンとかさやりました。やった、もうやっちゃったの。これはやりました。これはね、はい、うん、なんでいくら集まった。3件ぐらいしか来ない。3件か。あ、やっぱそう、あの現実とやっぱ理想は難しいな。難しいね。僕もこれ作った時に、うわ、画期的なもの作ったなみたいな、自分はね、これはもういったべみたいなで思ってたんですけど、いや、これは分かりにくいよ、うん、そうだからやっぱりまずこれを知ってもらった上で、はい、クラファンやって、うん、お金集めて、それでそっちの世界に行けるといいけどね。なんで今はそういうファン作り、ファン作りだよね、はい、今はね、をしてるっていう感じですね。で、食べていかなきゃいけないしね、生活もかかってるでしょうし、まあ、うん、なかなかね、現実と理想はね、なんで環境問題でビジネスをやってるっていうのがかなり、はい、まあ難易度は高いんですけど、うん、できたらかなりオーシャンブルー、うん、はい、ブルーオーシャン、ブルーオーシャン、はい、うん、かなりニッチ層は取れるんじゃないかって、そうだよね、感じで、まあ、でも多いよね。例えばさっきも昆虫の話があったけど、最近そういうビジネスすごい多い、ね、多いですね。昆虫食とかも最近上がってきてるし、まあいろいろこうなんかほらあるじゃない、あのホリエモンの堀江さんのなんかいろんなああいう昔のマネーの虎みたいな、あ、はいはいはい、プレゼンやって、令和の虎とかこういうこと今やってますよ、はい、っていう、こういうことやるとこうやってビジネスが取れるってことに対してっていう番組が割と流行ってるじゃないですか。流行ってますね。そういう番組出たらどうですか。そうですね、それも、うん、あの、まあ、十中八九ボコボコにされるボコボコにされるんでそれまでこうなんて言うんでしょう、うん、ある程度枠組みがまだできてないんで、はい、それが土台ができて、はい、やってみてもいいかな。そうだよね、ボードゲームの人も出てるんですよ、あの令和の虎っていう。あ、出てるんだ。かなりボコボコにやられた、やられてましたなんでもうちょっと準備は、うん、まあでも大概そうだよ。でもそれがね、うん、逆にあのスタートかもしれないし、うんうん、でいつまでもチャレンジにねビビってたらさ、うんうん、何もできないしさね、あのやっぱりなんかね、はい、でなんかさ、僕はあのさっき名刺見させてもらったら、はい、なんか YouTube、 そうですね、やってるの一応やっ今、うん、休止状態なんですけど、YouTube はやってました。おうおう、やってたんだね、はい、一応まだじゃあそれ動画動画見れます。見れるんだね。アカウント名は、アカウント名はひらがなのリバテイに、リバテイ、はい、イがちっちゃいに、はいはい、ほにゃららですね。ほにゃららね、はい、あのなんて言うんでしょう、棒じゃなくてこう、うん、うねってるバージョン、うねってるやつね、はい、でぜひ皆さん検索してみていただければ、はい、あとは Twitter もやってますね、はい、Twitter やってます。発言してるんですか、普段今回のですか、うん、やってます。やってる、はい、こちらもやってます。でインスタグラムもやってる、インスタグラムやってます、ね、これはもうさすがにね、新しいビジネスモデル、そうですね、新しいビジネスモデル、まあ、ある種新しいものっていうのはね、まず人に理解させるところから始まるの で既存のものの入れ替えとかさ、あるじゃん、うんうんうん、時代が進化して、そうですね、それは楽なんよ割と。だけど今あなたがやってることは、うん、ね、いわゆるその、まあ、既存のものではあるけれども使い方が全然方向性が違うので、違いますね、ね、かつて の, そのボードゲームっていうのは子どもたちがただ遊ぶためのものから教育、うんうんうん、それから、ね、そういった環境問題まで広がってなると、うんうん、なかなかね、そうですね、うん、でも最近の子どもたち、うん、みんなもう携帯ゲームとか、はい、スイッチとかに行っちゃって、はい、逆にこういうゲームが目新しい、うん、まあ確かにね、ってよく言われました。なるほど、子どもたちにこういうゲームあるんだみたいな。なるほど、なんで子どもはすごい楽しんでやってくれてはいるって感じですね。なるほどね、まあ、それいろいろこう試しながら今はやってて、別にボードゲームだけではないんですよ。はい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 、まあ多岐にわたっていろいろね、ボードゲームはボードゲームでいいと思うし、ね、そのアプリはアプリでもいいと思うしということでございます、はい、さあということでね、今のこの重田さんの話をざっとお聞かせていただきましたけれども、どうですか今後の活動というか告知みたいなものがもしあれば、はい、ちょっと お伝えできますので、何かあぜひあの、うん、ボードゲーム関係が2点あって、はい、実は今作ってるボードゲームがあるんですよ。ほうほうほう、ちょっとまだサンプルなんで、うん、正式なものではないんですけど、はいはいはい、こういう、これもカードゲームになる。そうですね、今板なんですけど、うんうん、これがカードゲームになります。持ちましょうか。お願いします、これね、
あ、黒巻き合成でこうスカスカになっちゃいました。これ緑なんですよ。なので黒巻きで合成で背面と全く同じ色になっちゃった、はい、実は2つもっとやってるんですけども、はい、国立青少年育成振興機構っていう、うん、行政がやってる助成金を使って、はいはい、今やってる遊んで学ぶ放課後 SDGs ボードゲーム塾っていうのをやってます、はい、これはこういう環境問題をテーマとしたボードゲームを楽しみながら最終的に自分たちでボードゲーム環境教育ボードゲームを作ろうっていう回です。なるほど、はい、ともう一つ今この、はい、もうスケスケになっちゃってるんですけど、はいはい、 ね、これが、昆虫のボードゲームなんですけど、はい、昆虫ボードゲーム、はい、これはどういうのですか。昆虫の名前を言う。そうです、図鑑型のゲームなんですよ。これも新しくて、図鑑って持つの大変じゃないですか、はいはいはい、大きいんで、はいはい、それをカードゲームにすることで、はい、ファイリングして持ちやすくすることで、はいはい、自然観察とか昆虫採集とかでも、うんうん、虫取りとかでも簡単にできる。 なおかつそれを使って遊びもできるっていうのをイベントをやります。やるという、あ、このイベントね、これいつなんですか、はい、これ7月16日。7月16日、8月15日。もうすぐじゃないですか。もうすぐです、はい、8月22日、夏休み期間です。夏休み期間ね、はい、はいはいはい。で、一応こっちの方は参加費取っちゃうんですけど、はい、その代わり、豪華景品とかもいろいろつけて、景品もついてる、はい、やります。はい、ということでございます。皆さんぜひこちらね、夏休みでございますんでね、ぜひこちら遊びに来ていただきたいと思います、はい。もうほんとスケスケばかりでね、なんかもうね、そう、緑はダメなんですよ。そうなんですよ、ごめんなさい。緑はね、全部スケスケになっちゃうんで、私も今日これ大丈夫かなと思ったんですよ。まあ緑なんでね、まあ一応これ、まあ、あのモスグリーンなんで大丈夫でしたね。はい、ということでございますがね、はい、さあ今日ね、SDGs をテーマとしたお話、これテーマは SDGs ってことなんですけれども、はい、まあ実際この SDGs もちょっと深い話しちゃうとね、はい、まあ割とこう、冷たい意見を持っている人も中にはいたりして、そうですね、まあ割とこれも環境利権がどうせ絡んでるでしょうみたいなという人もいるし、まあ中にはそのなんだろうな、持続可能できるのとか、うんうんうん、あるいはまあそう思う人がいる中で多いですね。そうで、あの特に僕なんかは、まあ、SDGs に対しては一応まあこういう今回あのこういうイベントがあります、今度からこういうのがありますけど SDGs でやっぱりあのプラスチックをやめてくださいとか、うんうんうん、まあいろんな話はある。でそれは僕も当然分かりましたと、じゃあそれで協力させてもらいますよってことで、でまあやるんですよ。ところがですよ、もうそのゴミは確かにそんな出てないんだけど、うん、せっかくその販売したその環境に優しい器だったり、うん、コップがあの捨てだったりするわけですよ、終わると、うんね、でそれね買ってるの、結構高い金額でみんな、うん、だけどそれが捨ててあったりすると、あ、なんだろうな、なんだろうなってこう思ったりもするから、そう、ね、そう、あの僕ね結構この番組はそんな優しい番組じゃございませんね。まあそのあたり含めて、ね、はいはいはい、まあそういうことにならないように、ね、取り組んで、うんうん、まあ、だって持続可能っていうことで開発目標ってですから、ね、やっぱりあのね続けて地球に優しいっていうね、うん、ことをやっていただきたいなというふうに僕は思ってまして、うんうん、割とね、そう、こうやっぱ SDGs、まあ、やっぱあれなんですよ、受けがいいっていうのもあるから、やっぱね企業として、うんうん、やっぱそういうところはね、そうですね、それは分かるんですよ、分かるけど、まあ、結局そこに金儲けが見えちゃったりすると、うん、みんながっかりしちゃうっていう人結構多いから、うん、いや、お金儲けは大事だからね、もちろんね、うん、それはもちろんいいことなんだけど。あんまりこうなんかこうがめつくっていう感じ、がめやっちゃうと、ああまたそれかとかっていう風になって、うん、SDGs 疲れじゃないけどね、うんうんうん、まあ、そういうのが結構実際あったりして、うん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 、割とあ、またそれも買わなきゃいけない、これも買わなきゃいけないみたいな感じになるんでね、はいはい、ありますね。まあ、そこはちょっと僕、先輩の僕からするとちょっとボスッと一個刺しとこうかなと思って、いやいや、あの僕も別にプラスチックを使うなとかっていうのは全く考えてなくて、うん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 、なんて言うんでしょう、結局人間って使いやすくて、うん、はい、いいものを使った結果そうなったわけじゃないですか、そういうことね、今ペットボトルプラスチック、はいはいはい、だからそれも結局使いようだな、例えば、うん、まあ、今最近ビニール袋とかあるじゃないですか、ビニール袋有料化、有料化、はい、あります、ね、まあ、それはいいと思います、はい、全然、はい、ただ例えば
マック の、うん、あの紙ストロー、はい、紙ストロー、あれは良くないと思って。紙ストロー大丈夫かもうこの YouTube は、まあ、個人的な感想、個人的な感想です。感想大事だと思います。なんて言うんでしょう、はい、いくらこう結局のところ、うん、あの火力発電とか、はい、あのゴミも今燃やしてるわけじゃないですか。そうですよ。最近プラスチック足らなくて、うん、なんか燃焼率が悪くなってるからプラスチック入れてるらしいんですよ。わざ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 そこそこなんですよ。だけど多分ね、僕今までいろんなゲスト呼んだけど一番過激な発言だったかもしれない。マクドナルドの、うんうん、言えばでもプラスチックでくれるらしいですよ、うん、ストロー、うんうん、あくれる、うん、なんか、ね、結局やっぱ、うん、あ、まあ使い捨てするプラスチックは僕はあんま良くないと思ってます、うんうん、まあマックしかりあるんですけども、まあね、ただ使い捨てしないプラスチックは僕は全然ありだと思ってます、うん、なるほどね。なんか結局使いようだと思ってて、うんうん、なんで結局そこかなと、うん、思ってます。環境問題とかは、ね、だからストローなんかもなんだろう、箸とかさ、うん、フォークとかさ、ナイフとかはあの使い捨てあるけど、うん、ストローって全部使い捨てじゃんね、そもそも。そうですね、うん、だからそう使い捨てじゃないストローとかね、最近だとあの紙ストローよりも、ね、うん、草ストローって分かります？あ、なんかこうなんか、そうだ、足、うん、足だね、分かる分かる。ああいうのが最近出てきてて、うんうんうん、これも静岡の人だったと思うんですけど、うんうんうん、富士の方かなにそれをあの外国から仕入れて草ストローを、うん、を出してる人がいて、使ってみたんですけど、うん、全然へたらないし、あ、へたらないんだ。まあ匂いは多少あるけど、うんうんうん、水じゃなきゃ全然問題ない。あ、そうなんだね。なんでそういうのに変えるんなら変えた方がいいんじゃないかな、うん、なるほど、っていうのが僕の、うん、やっぱ使いやすさっていうところをもっと追求したいな。まあそうだよね、使いやすくないとね、うん、であの髪はいいけどあれがヘロヘロになっちゃうと ね、結局折れちゃうし、なんか髪食べてるような感じになってきちゃうんですよ。そうなんだ、炭酸抜けますよね。抜ける抜ける、うん、やっぱそれ大事、うん、うん、だから瓶なんかもちゃんとリサイクルすればいいじゃないですか。そうです、ね、瓶と缶は日本はかなりあのリサイクル率いいんで、うん、あ、そうね、プラスチックは、うん、ダメなんですけど、俺さ昔のアメリカね、はいはい、もうゴミ捨て場すごかったんだよ、うん、俺最初にアメリカ行った時さ、捨ててるものが生ゴミから靴から家具も全部一緒なんだよそういう時代だったの、はいはいはい、だけどさすがにそれは俺もびっくりして、うんうん、何でもこれまとめて捨てちゃっていいんだと思って、うんうん、まあ今は分かんないですよ。当時ね、何年か1996年ぐらいだったと思うんだけど、はいはい、ゴミ捨て場に、うんうん、もうすべてもう関係ない、もう生ゴミ、うんうんうん、家財道具衣服、ね、うん、なんか変なトランクとか、はいはい、もう全部一緒なの。それを全部ぶち込んでトラックに、うんうんうん、それで持ってくみたいな、そういう時代だったんですよ、はいはい、すごいですね。あれはさすがにびっくりしました、ね、だけどドイツなんか割と、そうですね、ドイツは昔からで先進国ですね、そうだね、そこら辺は、うん、結構ありますよやっぱり、うん、その今ドイツも風力発電とか、うん、はいはいはい、太陽光発電してますけど、はいはい、結局森林伐採して建てちゃう、うん、意味ないやんみたいな。そうなんだよ。まあこれね、原発の話になりそうだもんで、ね、この辺にしとくけどそうですね、まあ俺は個人的に原発は再稼働した方がいいと僕は思ってます。思ってます、うん、ぶっちゃけあれ結局一緒なんだよ。優秀ですよ、二酸化炭素とか温室効果ガス出さないんで、うん、結局ね、そうなんだよ、うん、だから、まあ、電気代上がってます。電気代が上がった理由はそこもあるし、うんうん、実際のところ、まあ、東北の震災みたいなことがあったじゃない、うん、あれで割とこうトラウマ的な感じになっちゃったもんで、うん、ちょっと今反対が多いと思うんだけど、うん、それは分かるんですよ、反対してる人の気持ちも、はい、分かるけど、でもやっぱ僕は原発再稼働賛成派になっちゃうかな、うん、個人的にはね。僕もそっちです ね、 ということでございますが、はい、SDGs を語らせてもらいましたけれどもね、ガチガチの社会派でした今日は。そうですか。あいつもだったらね、いろんなもうちょっと変わった人とか送るんですよ。あ、はいはいはい、面白い人とか。ちょっとまだまだ話足りないところもあるんで。あ、本当ですか、はい、じゃあこれはまた来年、はいはい、どうですか、またちょっとぜひ誘ってほしいです。進化した段階で、はい、ね、こういうことはまた始めましたってなったら、まあ、今回のアーカイブも過去のものを見てもらいながら、うん、はい、2作目ってことで、はい、ぜひ来年
でもいいし、まあ、再来年でもいいし、ね、なんならまた新しい、うん、もう会社立てようと思ってるんで、そうだね、そうしたらまた呼んでほしいです。そうね、はい、そうしましょう。ありがとうございます。ね、今日はですね、リバティというね、個人事業主ですけれども、将来はこれも会社にして、はい、ね、環境問題に真剣に取り組んでいきたいということでございました。茂野直人さんでございました。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、これね、あれです。顔が暗いってわけですか。そうなんですか。明るい、明るい顔。ありがとうございます。今日ね、俺ここスタジオ来たら高校生がいたんですよ。ああ、見ました見ました。そしたらね、なんて言ったと思います。僕のこと入ってきた、入った瞬間に、今日はあの健全な方がたくさんいるんで気をつけてください。まるで俺が不健全な人間のように言うですよ。扉開けた瞬間ですから。きっと天国のおばあちゃんも僕のことなんか見ちゃいない。だってハラハラするでしょ、だってドキドキするでしょ、だって